どうも、今宵もね、やっていきますか、チャレンジマッチ。今日は、S プラス43スタートだね。昨日上がったしね、1ね。さあ、頑張っていこうぜ。いや、ポケモンもね、ちょっと忙しい感じはあるからね。あと、厳選とかもね、したいんだよな。なんかね、環境初期が結構楽しいイメージあるくね。どんなゲームも、やっぱり、固まってくるよりも。これ割れねえなぁ。全然シールドから出ちゃった。これシールド坂道上がってるからさ、普通のシールドスライドの感覚でやっちゃうと、普通にダメなんだよな。出ちゃうシールドから気をつけないと。これ割とガチめにそういうのはあるから、これちょっと裏から行ってもいいかもな。オッケー、完璧。当たんね。最悪。オッケー、完璧。いいね。いや、これも導線引いといていい気がするけどな。当たんないよね。そうだよね。で、しっかりナイス玉を展開しといて、どっから来るか分かんないけど、こうだな。置いといて、で、置いといて、こうだな。はい、完璧。いや、完璧すぎん、これ。素晴らしい立ち回り。で、はい、で、何？オッケー、完璧。いいけど、いいけど、オッケー、完璧。そして、お前もや、俺ははは。そしてナイス玉が溜まるから、ここにしっかりとナイス玉を展開しといて、くたばれい。全然くたばってねえじゃん。やばい、めちゃくちゃくたばってる。あと一発なんだけどな。味方が飛んでくるまで待った方がいいか、わかんねえけど。よし、ナイス。立ち回り完璧すぎん。完璧すぎたよね、今の。超ド安定だったよ。素晴らしいよ。ナイスダムがね、刺さりまくったね。エイムもバッチリ。シールド、悪いところは、坂道のシールドスライドミスっただけ。坂道シールドスライド難しいよね。なんかジャンプして投げてもいいんだけど、ジャンプしてる間にそれ好きになるから打ち抜かれちゃったりとかあるから、まあ、めちゃくちゃ優秀。まあ、とりあえずは一勝だね。ガチホコはこれでラストかな。ラストっていうか、時間が変わっちゃうからさ、ちょうど。あと2分ぐらいで。次のルール何なんだろうな。エリアとかはちょっと嫌なんだよな。まあ、どのルールでも別に、嫌いなルールとかはないけどさ。まあ、言うてないけど。あ、でも、強いて言うならエリアがなんかちょっとしんどい気がする。なんかね、難しいんだよね、エリアはね。ちょっと、立体いたらちょっとやばすぎ、だるすぎるよ、これ。もうだるい、これ。マジ、リッターどうにかしてあそこの、これ欠陥ステージだろ、これ。なあ。リッターだるすぎんだろ。リッター今いない？今いないね。リッター今いないね。完璧すぎ。いる？マジか。そうきたか。いや、ま、ほんとにね、矛割りにいけねえんだわ。リッターいたら。ガチで。やだよね。リッターに睨まれるだけで動けなくなるステージ、ちょっと。まあ、ひまひもそうだけど、本当に終わってるわ、ガチで。さあ、敵がどう来るかまだわかんないんだけどさ。ナイス止め、いいよ。出てよ。届かないか。まあ、ナイス玉かな。で、投げ落としたあっち。届かないと。届きませんと。まあ、矛止めなきゃな、一旦な。来るかな。来そうだな、下から。来ねえか。来ねえんだったらいいんだけどさ、全然。いやー、ちょっと、射程がね。やばい、これは良くない。止めに行きたいけど止めに行けねえな。ちょっとみんな落ち着け。スペシャル貯めろ、みんな。スペシャルを貯めるには一旦。オッケー、完璧。いいね。はぁ、危ねえ。危ない。危なすぎる。いや、これはいいムーブした。だいぶいいムーブした。あとちょっと索敵を頑張んないと、どっから飛び出てくる、こんにちはしてくるかわかんねえからな。やっぱりな。いいね、そこらへん。待って、痛い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 。この死に方はめちゃくちゃダメな死に方やっちゃったわ。どうしようかね。なんかちょっと辛いね。めちゃくちゃ辛いね。なんか状況が変わんないというか、だいぶちょっとしんどい感じはある。敵が強えな。オッケー、完璧。バレてんだろ、これ。いや、でもこれは、危ねえ。これ攻めるべき。
ちょ、邪魔だな、これ、マジで。なんか、ダメなところでナイスサム打っちゃった。もういいや、投げちゃえ。投げちゃえ、どうなってる、これ。上がるか、いった。いや、それちょっと、厄介すぎる、これ。ガチで。壊していったん。いいね。リッターのように行ってるから、いない?いないね。で、索敵ちょっとちゃんとやっといて、で、リッターがね、見てるんだわ。リッターが見てるから、オッケーオッケーオッケー。オッケーじゃないなぁ。これ、これ倒さなきゃダメなんだよなぁ。いや、しんどい。ちょっとしんどすぎる。なんだこの戦いは、めちゃくちゃいい戦いしてる。ちょっと敵がちょっと強い気がするわ。全然楽になんねえ。ガチで。全然楽になんねえな。ちょっとまぁ、ほんと厄介すぎるんだけど。ちゃんとスペシャル履いてくるリッターはダメでしょ。マジで。勝ってんのか、俺たち。勝ってるっちゃ勝ってるけど。リッターどこだ?ナイスサマー貯めていったん。ナイスサマー貯めといてで、裏に投げ込む。一番ベスト。で、何これ、どっから撃ってきてんのあれ、マジで。ちょっと良くないな、これな。良くないな。前線張りたいけど。危ね。張れねえんだから、前線。ナイス。ナイス。で、ここ運びたいけどな。あれはダメだな。あそこにリッター?オッケー、倒して。いいよ。わかんない。いないと思う、多分。いや、よくない、これ。オッケー、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 オッケー。痛い、痛い、痛い。めちゃくちゃ痛い。めちゃくちゃ痛いんだけど。ナイス球だな、いったんな。で、ここ。オッケー、完璧。終わってくれ、頼む。頼む、終わって。ナイス。絶対もうこんな試合したくないんだけど、何これ。全然矛進まんかったな。俺も前線切り開けてはなかったんだろうけど。やばすぎる。結構俺たち守り気味だったんだろうね、味方とかもね。前に枚数避けなかったらまあ、こうなるよな。なんだろう、次のルール。まあ、とりあえず、今んとこ2勝できてるから、これはでかいよ。ガチアサリか、次は。オッケー。で、金目鯛美術館だね。でも、ケルビンね、どのマップでもね、そこそこね、強い気がする。てか、シールド持ってる武器って、どのマップでもそこそこ強い気がするんだよね。ボトルガイザーしかり、ゴーニーガノンしかり。ね。まあなんか、なんて言うんだろう。まあ、ケルビンそもそもが使いにくいところはあるけどね。でも慣れたらすごいね。馴染むね。慣れって怖いね。俺最初すげえなんか、まあゴーニーガノンより使いにくいなとか思ってたんだけどさ。慣れたら全然そんなことない。なんか、全然。ちょっとめんどくさいんだけど、それ。来るかも。ちょ、来るかも。嫌かも、それは。まあ、ナイス玉かな、一旦とりあえずは。で、打つのはもちろん、めっちゃ奥。ナイス、いいね。危ね。今のスライドっていうか、今のはね、完全に、オッケー。何が起きた、これ。何が起きたんだい。いるくね、それ。嘘嘘嘘、最悪だ、危ね、ロロ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 ロ。いや、ケルビン、マジでこれが気持ちいい。キル速早いからね。いや、ちゃんとね、状況がいいところでスライドして打ち合ったら、めちゃくちゃいいんだよね。ただ、スライドが強いからっつって、適当なところでスライドして打ちに行くのは、あんま強くない気がする、やっぱり。だからなんか、基本の立ち回りがね、マジでちゃんとなると思う、ケルビン。無茶しちゃうと死ぬから、普通に。なんか普通のゴーニーガロンとかシューターとかって小回りすげえ効くからさ、スプラシューターしかり、こうなんか割と適当に立ち回ってもなんとかなったりみたいなするんだよね。これ人数有利ついてるからガンガンみんなで前行きてえけどな。行きてえけどそうもいかないんだろうな、これな。
はい、完璧。来るのは分かった。裏だな。ラストしたら。一旦置いといて、これ。ちょっとエイムが。これ突破できればな、あったんだろうな。スクエアあったんだろうけど。ちょ、渡しといてさ、一旦。顔出さんかな、そこらへん。ナイスさんは溜まるかな、無理か。いやー無理だな。なんかこうちょっとなんか微妙いな。押しに行きたいけどな。なんだ今何やられた。弓があれもペナルティーアップ積んでんのか。大変だなマジで。うわー、このエイムがさっき出せなかったのが本当にミスだよね。うわ逃げられた、最悪。あれどっから入ってんのそれ。まあ、ちゃんとナイスさんは貯めていこうか。こっちから行く？あ、見られてないから。爆弾あるけどな。奥で良さそう、これ。オッケー、完璧。空中分解。まあ、徐々にラインを上げていく。ナイススパショ。ナイススパショだけど、これでもいけそうな気がする。うん。なんかアサリ足りてなくない？ちょっと待って、ちょアサリ集めカモンじゃなくて危ね、決められるってマジで危ね。ナイス、だって俺決めてもアサリ集まってなかったら入んないよこれね。えナイス、いいね。いるな多分近くに。あそこでいいで、一旦あそこに置いといて。あ、完璧。ナイス、いい立ち回りしてる俺今のところ。やっと安定し始めた。うわー、ナイスナイスナイス。ちょっと噛み合ってないね俺たちね多分ね。まあ、今すげー噛み合ったけど、ちょっと危ないぞこれ、この試合危ないぞ。右高から飛んでもよかったけど、ちょっと怖いから一旦ローラーを炙り出し作戦でいきたいね。ナイス、いいね。この辺とかいるの分かってくから。出たよ。ははは、それはちょっともうやめた方が良さそうだわ、借りに行くのは。一旦アサリ集めてだね。まあ真正面から勝負はね、その仕掛けに行かないから。やっぱケルビン行けるけどさ、シールド使えば行けないこともないんだけど、敵に来てもらった方がすごい楽っちゃ楽だし。無理か。いいね、ボム牽制ちゃんとしてくるあたり、ちゃんとしてるね、ガチで。上かな、どういった。ローラー、ローラー探してる今のところ。別にこっから攻めるメリット俺言うてないしな。勝ってるんだったら別にいいし。これ危ない、死ぬ、マジで死ぬ。でナイス、いいね。危ない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 、来ないか。ナイス様貯めればいいしな。ナイス、いいね。最優先だこれが金目鯛は。いやスピナーがね本当にね、見られたら割と強いから。スピナーって何でもできちゃうからね、あいつは。人によっては近距離とかも超強いし、いいんじゃない。結構安定しただね。さあ次はザトーマーケットだね。ガンガンちょっと裏取りとか決めていきたいね。まずは1匹減らしてからかな。裏取りね、4人生きてる時に裏取りってもそんな美味しくなかったりするんだよな。味方その間、裏取りしてる間ね、なんだっけ、なんて言えばいいんだろう、4対3とかをすることになるだろうから、それちょっとかわいそうだったりするからね。上から下打つのは良くないかな、あんまり。一旦ナイス弾までは貯めるか、戦場を作り上げるか。一旦な、自分たちのでしっかりと今有利状況作れたね。ナイス、いいね。味方強いからの、あ、倒そうと思ったらナイス玉が腐っちゃった。どうしよう、まあ、一旦これ入り込んじゃって
いい気がするな。ちょ、やらかしたな。いや、ちゃんとトラップ置いてんな。めんどくさ。めんどくさすぎるな。トラップちゃんと置いてんだけど、あいつ。ちゃんとしてるわ。めちゃくちゃちゃんとしてるわ。デブリちょっと痛いな。結構痛いな。意外とボニーガンと射程あるんだよな。意外とある。まあ、とりあえずはカムバックの効果も長続きしてるから、一旦、塗っといてかな。一番いいな、塗っといて、それからの立ち回りするのが一番、ベストだけど。めちゃめちゃな立ち回りしてるな。あそこもなんかいるけど、これはさすがに、いやー、めんどくせえ。このゲームね、リッターがほんとストレスだわ。マジストレス。リッターさえいなければほんと最高なんだけどな。いや、ワンからずっと打ってるスプラトゥーン、ワンから。ほんとにね、ガチでね、リッターはね、ガチストレス。やばい。なんもしてない、今回俺。てか、マジでリッターがね、ほんとに、相手のリッターが生き生きし始めた。いや、良くない。ほんとに良くない。どうしよっか、まあ、一旦。いやー、潜伏やめてー、そこで。強いから、それ。その潜伏めちゃくちゃ強いからやめてくれ。いや、このねー、なんだろう、相打ちってねー、勝ってる状況の相打ちはまあ結構いいんだけど、悪くないんだけど、負けてる時の相打ちね、ほんとにねー、そんな強くねえんだよな。ガンガン荒らしに行った方が良さそうだから。ははは。強えな、ゴーニーガロンな。ミスったな、俺もな、立ち回り。ナイスバリア破壊。いやー、良くない。俺今回、どうしたんだろう、俺。なんかね、良くないんだよね。なんなんだろうね。なんかが良くないんだよね。リッターの位置ちゃんと確認しといて。ちょっといつでもやりに行ける位置ってなんかいろいろ。した方が良さそうだな。OK、完璧。いや、うますぎんだろ、マジで。近距離リッター。めっちゃうまい、あいつ。超うまいんだけど。やばすぎるな。めちゃくちゃうまいんだけど。まあ、だからといって、突っ込みすぎんのは本当によろしくないからな。オッケー、完璧。オッケーオッケー。リッターさえ潰せれば。多分味方もリッターにやられてると思うんだよな、結構な。リッターさえ潰せれば、なんとかなるかなとかは思ったけど、ちょっと良くないな。俺が良くない、今回マジで。あれ？当たんなかったな、それ。当たんなかったか。やばい、終わる。ガチで終わる。いや、マジで、リッターが強すぎた。マジで無理。さあ、ちょっと気を取り直してやっていこうぜ。さっき、結構先般だからね。ガチで。まあ、本当にリッターになんかね、圧かけれんかったな、そんなに。俺たち全然スペシャル。てか、みんな全員スペシャル履けてなかったしね。ゴーニーガロンとかもメガホンで、やってくれたらすげえ楽だったんだけど。ちょっとね、相手のリッターに多分ぶち抜かれてたから、最初から。これちょっとやばいな。落ち着こう。ナイス、いいね。当たんないか、これ。じゃあいいや。じゃあ、一旦、そいつをしっかりと潰しといて、弓があっちから見てるんだったら、こっちからガンガン荒らしに行くのが、まあ、ベストでしょう。ナイス。ちょっと危ないんだよね、マジで。危ね、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 危ね。危ない危ない危ない。ナイス弾貯めて。くっそ。落ち着けなかった。まあ、でも、だいぶヘイトはね、稼げてよね。いや、入り込むの結構大事よ。序盤ね、気を逃すな。好機を逃すな。好機と書いて、チャンスと読むからな。やっぱりな。はい。よっけ、オッケー、オッケー。この相打ち結構でかいよ。やっぱ有利状況の相打ちはね、悪くないからね。ナイス。飛ぶかなー。いや、飛んだらまずそうだな、これな。飛んだらまずそう。危ね。こっちか。危ね。ちょ、一旦引く。なんかめちゃくちゃいるんだけど。なんすか、これ。なんすか、これ。やば、すぎ。ちょっと待って。ちょっと待って、落ち着いて。一旦落ち着こう。ナイス、ちょっと遅かったな。
まあ一旦スペシャル貯めといてかな。別にスペシャル強くないから。7がいいな、俺。7。7度目がいいな。はい。当たんないか。こっちから来るかな。来ないか。じゃあみんな一旦落ち着いてスペシャル貯めません？だいたいマジきつい、厳しいよ。来ないか。来ないか。オッケー。来ないんだったら全然いいんだけど。こっちかな。上かな。オッケー、完璧。マジか。いやー、ちょっとなんか良くない立ち回りした。こう、ぐちゃぐちゃになっちゃった。良くない、良くない、良くない。ケルビンでこの突っ込むのは良くない、ガチで。なんかやられてない、大丈夫それ。なんかいたのかな。なんかぐちゃぐちゃにされてるんだよね。怖いね。この辺から、いい感じに、入り込んどいて。はい、完璧。いいよ。したか。じゃあ、ここでナイス玉をしっかりと、打っといて。完璧。完璧。グピッ。グピッ。いや、いいね。今みたいな立ち回りをちょっとちゃんとやっていきたいね。ちゃんとね、シールドスライドで、安全な場所を作って広げていく感じ。あれ？あ、それ取れなかった。最悪。まあ、いっか。ローラーローラー。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。どうなってるこれ。それはまぐれな気がする。それはまぐれな気がする。びっくりした。こんにちはじゃん。びっくりこんにちはって感じ。マジびっくりしたわ。え、なんかぐちゃぐちゃに入り込まれるから、それが本当に割と、しんどいんだけど、俺的には。いやー、やるなー。ちゃんとこいつ、これシールドスライドでやっていかんとね。あー、なんかゾンビ積んでるからこんなガンガン来るんだね。ただ、ゾンビ俺的にはね、そんな評価高くないんだよね。なんかこう、やっぱね、突っ込まれるとさ、しんどくない？まあ、ゾンビで、だんだん突っ込んで味方と足並み合わせていくみたいな感じなんだろうけど、まあ、やっぱりね、淡々とひたすら突っ込まれる立ち回りされるとね、やっぱね、やっぱ辛いとこあるよ。ナイス。待って、ナイス玉溜まってるかと思った。ミスった。ガチミスった。そう、人数より全然作れねえみたいな感じになるからさ、ゾンビ。普通にね、スペシャル貯めたりとか、味方と足並み合わせる立ち回りの方が、俺の中じゃ評価高いね。さあ、5勝しようか。まあ、でも5勝できそうだよね。あと2敗するまでに1勝すればいいだけだから。できそう。また5勝。さて。でもケルビンやっぱ平坦なところが強いから平坦なところで戦うの意識をしていきたいよね。相手北斎めっちゃいるんだけど。北斎はまあショックバンダだからあれだけど、パブロは結構強いよね。やっぱメガホンが俺、メガホン結構評価高いよ俺の中で。メガホンはね、相手炙り出しにも使えるし、メガホンと同時に攻めるみたいな立ち回りは、すげえ強いやっぱり。マジか、気づかなかった。最悪。ナイス玉抱え落ちなんだけど。すげえ最悪。人数より作ってナイス玉使って、相手のハイドラントを、潰しに行く立ち回りをできれば、すごいんだけどな。ハイドラントに沈めなくてもそんな美味しくないんだよな。完璧。上にいるように多分。うわー、めっちゃ入り込まれてる、これ。これなんかね、ちゃんと、一回塗り返して前線をちょっとどうにかこうにかしないと大変だぞ。すげえ大変だよ。ちょっと北斎がどこにいるかわかんねえからな。これもしゃあない。ナイス玉めんどくさそれ。じゃあ俺もナイス玉だね。いる。あいつさ、あれじゃん、受け身じゃん、受け身。受け身とか使ってくんなよ。
マジか。いや、これ、それマジ最悪すぎる。ガチ最悪すぎる。どういった？OK、倒した。いい立ち回り。で、ちょっと突っ込むのやめようぜ。突っ込むじゃないめよ。危ね。一旦さ、置いといていい、これ。ナイス様たまんねえかな。ナイス。それ最高のナイス様。嘘っす。当たんなかったんだけど。マジか。てか、スライド出なかったし、最悪。うわぁ、やったわ、これは。これはやった。緊張してるね。あそこでスライドをショットちゃんと、てか、ハイドラをね、やりきれなかったんだよね。太刀打ちしたんだけど。ダメだった。全然当たんなかった。全然ダメだったわ。ちゃんと当てないとね。当てに行かないと。裏取り入られそう。ここら辺から多分入られてると思うんだよね。で、タイタンか、まあ。OK。これで潰せばいいとして。いやー、危機察知能力高すぎ。あと一発ナイスいいね。で、これでしっかりと。OK。潰して。いいよ。ナイス。いいね。急げ！ナイス様急げ！ナイス。マジか！俺もナイス様吐けばよかったなぁ。ナイス様吐いてからでよかったなぁ。マジか、全然俺たち噛み合ってないなぁ。全然噛み合ってない。ただ70だったらまだ全然いけるから。それでどうにかこうにかするしかねえよなぁ、もはやなぁ。いいね。ハイドラ。完璧、潰して。ちょ、怖いから足元塗ってこうと言った。オッケー、倒していいよ。行こう。一旦アサリ集めていい？味方をちょっと寄せたい、こっちに。いる。オッケー、完璧。待って、全然これじゃなくね。あー、しんどい。マジでしんどい。なんか、多分、やられてんだ。寿司と、あれがやられてる気がする。かもられてる気がする。なんか、射程長い組に。なんだっけ、ノアブラスターか。かもられてる気がするんだよね。俺的には。そんな気がする。ナイス。これ攻めるチャンス、マジで。届くかな、これ。あー、終わった。終わった、これは。これは終わったなー。くそー。強かった。すげえ敵強かった、今回。あと一勝したいね。さあ、あと一勝して、行こうぜ。敵強かったな、さっきのは。なかなかに。もっとね、前線嵐ができればいいんだけどさ。なかなか難しいからね。あと俺スライドをミスってたんだよな。スライド出したいところで出してなかったりしたから、ほんと良くないんだよね。ちゃんと意識しないとね。ポケモンに怠けてたツケが回ってきてるぜ。シールドから出すぎてもダメだからね。倒したそれ。ナイス、いいね。力行くのありだな。全然ありだね。なんかいるそれ。はい。で。OK、完璧。やばすぎ、いすぎだろ。いや、もうすごいいい立ち回りできた気がする、今のはね。ナイス。俺が落とした分のアサリは多分入れてくれてっからさ。いいね、味方強いね。5勝できるかもね。できるかも。全然できるかも。さて、アサリ集めといて。1個でいいな、これな。あ、どこ行った？危な。ナイス様貯めて。オッケー。これはね、
ナイス玉ちょっとちゃんと破壊したいな。ナイス玉じゃないな、これ破壊したい、ちゃんと。で、デッカアサリをさ、できれば、作りたくないんだよね。割れるから。なんか敵の近くで作りたいよね。7個保持で、作らずに行って、直前で作る立ち回りが俺好きだね。アサリ壊れちゃったか。相手の裏取りがすごい入ってくるね。だいぶ。壊したよ、あれ。痛い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 。マジで痛い、マジで痛い、マジで痛い。意外と射程投げんだよな、あれな。意外と射程長いのと、みんなで前線を一緒に上げていかないと、やっぱ無理だね。ちゃんと。シード出なかった。出なかったけど、まあ。あとちょっとなんか塗り、まだ真ん中の塗りがちゃんとしてないのに突っ込むのをね、ちょっとね、やめた方がいいね。危ないね。徐々に徐々に開けていく感じが、やっぱ良さそうな気がする。いやー、ちょっと落ち着いて、マジで。落ち着こう、ガチで。落ち着こうぜ、一旦。危ないから、本当に。まあ、この辺とか入られないようにしとけばいいからね。射程長いし、テレビは防衛力も割とあったりするから、入られないようにしといて、塗ってナイス玉貯めておいて。いやー、潜伏してたか。なんかきついね。序盤めちゃくちゃうまくいったんだけど、敵がなんか噛み合い始めた。すごい動きにくくなった、なんか俺たち。めっちゃ動きにくい。なんだろ、これ。やばい、突っ込むな、筆。ちょっとマジでやばいぞ、これ。相手のスペシャルがね、結構刺さりまくってる。俺たちのスペシャル、しんどすぎる。いや、マジで無理。マジで無理、無理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 。守りきれねえ、俺。バチクソ辛いんだけど。どうしたんだよ、俺たち。一体。めちゃくちゃうまくいってたのに。こいつかな、こいつ止めなきゃな。ナイス、いいね。で、ナイス様ちょっと投げとくか、一旦な。いやー、倒せないか。敵がちょっとなんか強くなった。すげえ強い、なんか。あと俺たちもね、なんか足並みが合ってないね、なんか合ってない。そう、一人ずつやられていってる。なるたけ俺左側で耐えてるんだけどさ、ちょっと苦しい。左側で耐えてはいるけど、ちょ苦しい。徐々に前線をみんなで上げていきたいね、一旦ね。スピナーとかもいるだろうから、あそこに。さあ、相手の逃げ筋を減らすような感じで。よし、ナイス。いい、ナイス玉。で、これで、あ、完璧。で、はい、完璧。いいよ。ナイス玉溜まるかな？どうだろう。なんかそこら辺に痛くない？オッケー、シールド使って。いや、入らんか。ナイス。あと、待って、あと2じゃん。あと2。くぅー、あと2が入らねえ。で、最後、いい感じに攻めれてはいたけど。しゃーないね。負けちった。でも、成績俺もね、そんな良くないからね。4勝だね。